滝沢秀明氏、とべ、YouTube ライブ第3弾告知、ジャニーズ対処したインパクトを合図、におわせにファン換気、確定ですね。滝沢秀明氏の新会社とべ、トゥービーが、公式ツイッターを通じて、YouTube ライブ第3弾の告知を行いました。このライブ配信には、元 V6 の三宅健さんが登場し、さらに元キング、プリンスの平野紫耀さんと神宮寺雄太さんも参加する予定です。 ファンたちはこの情報に大喜びし、確定ですねとの声を上げています。戸部は、滝沢氏が設立した新しい会社であり、彼のプロデュースによるジャニーズジュニアなユニットであるインパクトアーズのメンバーたちが所属していました。しかし、今年の5月にインパクトアーズの全メンバー7人がジャニーズ事務所を退所しました。ピンク色はインパクトアーズのイメージカラーであり、ファンは彼らをピンキーと呼んでいます。 トベの公式ツイッターでの告知に対し、滝沢氏は自身のツイッターでリアクションを示し、シャーシャージャーとコメントしました。この反応もファンにとっては嬉しいサプライズとなったでしょう。前回の YouTube ライブ2では、平野紫陽さんと神宮寺優太さんが登場しましたが、途中で三宅健さんも合流し、14日のこの時間には僕たちと新たな仲間たちで配信をする予定ですと告知しました。 この告知から予想される通り、三宅さん、平野さん、神宮寺さんが先に飛べに合流し、インパクトアーズの7人全員が揃って配信に参加することになるでしょう。ファンにとっては、インパクトアーズのメンバーたちが再び一緒に活動する姿を見ることができる喜びと期待が膨らんでいます。彼らのグループパフォーマンスや個々の才能を見ることができる YouTube ライブは、 彼らのファンにとって非常に待ち望まれている瞬間と言えるでしょう。戸部は滝沢氏の新たな挑戦の場でもあります。ジャニーズ事務所を退所したメンバーたちが、新しい環境でどのような活動を展開するのか、多くの人々が注目しています。滝沢氏はこれまでにも数々の成功を収めてきたプロデューサーであり、彼の手腕が今回のプロジェクトでも発揮されることに期待が寄せられています。また、戸部の YouTube ライブは、 彼らの音楽やパフォーマンスに加えて、メンバーたちの素顔や裏側にもスポットを当てるでしょう。ファンは彼らの日常や思いを知ることで、より一層彼らに親近感を抱くことができるでしょう。最後に、トべの YouTube ライブ第3弾は14日午後7時からの生配信となります。インパクトアーズのメンバーたちとともに、滝沢秀明氏の新しいプロジェクトがどのような展開を見せるのか、多くの人々が楽しみにしています。 彼らの新たなスタートに向けて応援の声を送りましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。